あの、呼び出しちゃってすいません。オーディションで初めてこの廊下歩いた時すごくドキドキしたの。大分から夜行バスで一人で来て、周りは知らない人ばっかりだし、可愛い子ばっかりで全然受かる自信なかった。でも SKE48 に入って自分に少し自信が持てるようになったの。素敵な仲間とあなたにも出会えたし、あなたの彼女オーディション合格させてくれませんか？ああ、オーディションの時よりドキドキした。よろしくね。不合格か。ねえねえ